何でも来い、どんと来い。はい、どうも、秘密結社笛亀総帥、ハッチーでございます。まあ、今週はね、オールカマーということで、まあ、何でも来いっていうレース。なので、そのレース名がね、表す通り、昔は、まあ、地方競馬招待競争であり、もっと遡れば、声優っていうアラブの名馬が勝った。まあ、そんなこともね、語り継がれている、まあ、何でも来いっていうレースだったんです、実際に。まあ、何でも来いったって馬に限りますけどね。サラブレッドじゃないね、鹿とか猫とか犬とかその辺が出てくるのは、吉田美穂の漫画だけの話でね。まあ、吉田美穂の漫画も懐かしいですけども、まあそんなトークをしつつ、まあ最近はもう、ただの天皇賞秋へのトライアルと言いつつ、天皇賞秋より1波論長い、しかもまあ中山のタフな坂、小回りってあたりで、まあ、もうちょっと長めの距離まで見据えた馬たちのトライアルなのかなっていう気はします。というわけで、まあ、笛亀図愛、予想のポイントなんですが、まあ、そんなわけでね、人気サイドの決着が増えてしまってます。やっぱり、まあ、どうしても、この後、開催代わりで行われる毎日王冠とか京都大賞典からその後の G1 へという馬の方が多くて、まあそうなってしまうと、オールカマーを選んだ一戦級は、まあその下のレベル、ここに出てきちゃうレベルには勝てちゃうんですね。まあでも本番どうかなと。まあその中で過去10年に8番、9番、10番人気あたりで穴を開けた馬っていうのはもうそれだけ3頭しかいないんです。ちゃんと全部追い込み場でしたというあたりまで踏まえた上で今回は予想をしていきたいと思います。というわけで今回の特注は想定3番人気ダンビュライト。まあ、海外帰りから一つ使って休みに入ったってことで、まあ海外帰りじゃない通常の休み明けみたいな感じになるんですね。まあ、なので、まあ、海外帰り初戦は決死みたいなところから言えばそこから巻き返してきそうなダンビュライトを特注にしておこうかなということになります。まあ、そして、1番人気それも多分オッズとしては1倍台が見込まれるのがレイデオロなんですけども、この馬に思い出してほしいのが、思い出してたってまだ忘れてないよねさすがにっていうのが、今週というか前の日曜日、これのオールカマーの前のセントライト記念っていうレースを思い出していただきたいんですが、これがね、中山の芝 2200m っていうことで、オールカマーと同じ距離なわけですね。つまり同じコースで行われるこのレースで、1倍台の1番人気だった馬、覚えてますか？レイエンダ。このレイデオロの前提にして、まあ、新馬勝ち後、怪我をしてたがゆえに出世が遅れたっていう馬がどんだけやれるか。まあ、ただこれも、どんだけやれるかって言いながら、もう賞金は一応1000万まで買って、神戸新聞杯出るにも足りてるんだから、だからね、自信があったら神戸新聞杯出てくるでしょう。まあ、レイデオロも自信があったら毎日王冠出すでしょう。こんな小回りのコース使うあたり、藤沢先生はね、ダビスタみたいになっちゃった。混ざっちゃったんだけど藤沢先生はどういう思惑でちょっと間隔空けたいのかなとか、そうなってくるとこの兄弟やっぱり今弱いとこあんのかなとか、まあそこはちょっと考えてしまいます。ただ弟もまあ一応2着には来てるんですね。消しって言っちゃうと、バカの3連単5等ボックスなら大体当たるとかね、こんな配当じゃもうどうせそんなに大きい金になんないから3連服でいいやとかで、ね、どっちにするにしても、この馬が2着とか3着のパターンには来そうなので、これ消せないですね。一応変えていきたいと思います。まあそして想定2番人気あるある。この馬中山得意想定に皐月賞馬。まあ、しかも、まあ、距離延長って言ったってこのぐらいは持つだろうなって言いながら、本当は中山芝1800だったら買いかなとも思ったんですが、海外帰り初戦、まあ、一応ね、5ヶ月空けてきたってことで、まあ、去年のね、府中牝馬ステークスなんかもそんな感じで5ヶ月、6ヶ月空けてきたビブロスが2着には突っ込んできたけど、あれもまあ一番人気2着だからね。海外帰り初戦が昔ほど信頼できなくはないけど期待値は低いだろうっていうことで、ここは思い切って海外帰り初戦って理由で消しちゃっていいかなと。期待値は低いけどさ、昔より来てるのは分かってるし、海外帰りっていうことへの海外遠征の経験の蓄積っていうのは、海外行って力を出すだけじゃなくて帰ってきてもまた力を出すってことも絶対あるから、そういった意味では経験値の蓄積で、そろそろそういうね、海外帰り初戦は消しっていう格言も消え、まだ少し期待値としては随分残っているんで、まあここは消しでいきたいと思います。まあ、そして想定4番人気頑固。この馬ね、宝塚で出てきてたら本命の予定だったんです。苦手の京都長距離っていう感じの血統なんですね。このステイゴールドの地っていうのはどうも京都の長距離でうまかねえなっていうのがあって、まあゴールドシップも最後3度目の正直でね、勝ちはしたけどもね、最初京都の天皇賞春確か最初惨敗してたし、まあオルフェーブルもね、
まあ、そして、この頑固の父中山フェスタは菊花賞で惨敗してたから天皇賞春自体使わなかったと、まあ、その指定一つスキップして宝塚記念で穴を開けたと。まあ、頑固もね、宝塚出てれば想定8万人気ぐらいだったんで、お父ちゃんと同じだし面白いじゃんってことで買おうと思ってたんだけど、まあ得意の中山ってことでね、指定ゴールド系得意の中山、中山フェスタ3区もね、ここは多分得意だよね。てか頑固自身、まあ有馬記念コース日経賞勝ったんだっけ。まあそうなってくると、まあここは前走を度外視して前走で人気を落としてくれてて面白いな、美味しいなってことで買いでいきたいと思います。あとはタフなレースになってほしいなと。まあレイデオロとかね、その辺の2000あたりが良さそうな馬と、あのアルラインとかと比べたら長距離向きってとこがあるんでね、2000より1波動長い、これをもっと生かしたレースができれば面白いと思います。まあ、そして想定5番人気エアアンセム、この馬もね、今年オープン入りした馬ですが、オープンに入ったのは中山で勝ってと、今年の春、そして函館記念を勝ってここへの臨戦ってことで、まあ、夏競馬使ってきてっていうタイプなんで、まああれ、じゃあ前の週あたり使っとけば、サマー2000シリーズのチャンピオンが出なかった、まあ出たけど七夕賞勝ったね、あれが5着うまく入ってね出たけど、この馬も本当はサマー2000シリーズのチャンピオンだって狙えたんじゃないのと。そうじゃなくて1000級にぶつけて2000のタイトルを狙ってくる、天皇賞を狙ってくるってことは、この馬もね、よっぽど自信があるはずです。自信がなきゃ感覚詰めて、あれなんだったっけ、開幕週のなんだったっけ、あ、そうだ、2週前の新潟記念だっけ、あたりを使ってるはずなんだけど、そうじゃなく同じ、まあこの月の中でここを目標にしてきたってことは、まあ、1000球相手にどんだけできるかっていうのを見てみたい、まあ、自信があるっていう馬のはずなので買いでいきたいと思います。まあ、そして想定6番に君ライエの翼、このまま頑張ってほしいですね。ドリームジャーニーのここへもステイゴールドの系統で中山得意だよねって言って安易に帰っていたいところなんですけども、その AJCC2 着の後だっけ、1年半も休養 の、ね、休養明けですから、まあ、ここはさすがに様子見かなということで消しでいきたいと思います。まあ、そして7番人気ゴールドアクター、まあ、あの1番人気のねレイエデオロのところでレイエンダの話をして、まああれもね、もう後続馬群ちぎって勝って、それより前にもっと中山適性がありそうな、なおか中山は得意なね、しかも強い馬がいただけっていうふうに言えるわけです。まあそのね、あの中山得意な強い馬、ジェネラルウーノってことで考えて言うと、あれ父して、父スクリーンヒーローだし、父スクリーンヒーローってね、あの有馬記念の勝ち馬出したり中山得意そうだよねって、その有馬記念の勝ち馬これじゃんゴールドアクターみたいなね話で帰っていきたいところなんだけど、さすがにこの1年の戦績見ると買えないよなと。まあね、これでだからゴールドアクター買いですとかって言えたら面白いんだけど、頑張れ馬券単幅100円現地に行ったら買うかもしんないぐらいで、現地行こっかな、どうしようかなみたいな、まあそんな感じで、あのここはごめんなさい、ご報告の中からは消しということにしたいと思います。まあ、そして想定8番人気ブラックバゴ、まあ、この馬がね一応叩き2戦目で、その前はそこそこ走ってた馬ですから、まあね、これ母父ステイゴールドってことを考えたら、このステイゴールドは中山得意とかね、まあ、母父ステイゴールドって全然走ってない中で、このバゴ3区だけはなぜかめちゃくちゃ走ってる、これとね、あとクリスマス、ね、現3歳世代までに6頭いて、コバ4歳世代以上の4頭全部勝ち上がり、しかも2頭この重賞クラスで、で3歳世代も2頭中1頭勝ち上がりみたいな感じでね、しかも確か希望の大地一応重賞3着があるんですね、ラジオ日経賞ですけどね。まあそんな感じでバゴしてこのミックス配合で叩き2戦目の、ステイゴールドは中山得意なんていう形で買いでいきたいと思います。まあ、そして最後ひらめけ大穴ってことでね、想定9番人気湘南バッハ、前走も3着穴開けちゃったのが1個早いよっていう感じにここに来るとなってしまうんですが、その前走のね、そのせいで馬券外したとか、そのせいでっていうのはあるんだけど、まあ、それでも9番人気やっぱまだ見配られてます。まあこんだけね、ショート、まあ、10何頭立て、まあそんな頭数揃ってない中での9番人気、12頭立てだったかな、なのでまあ実際にはそんなに人気しないでしょうし、まあ
オールカマーの穴パターンっていうのがこの 5、6番人気まで適当に消していった中にで決まるかじゃなければ、まあ、追い込み馬が1頭紛れ込んでくるってパターンで言えばこれなのかなっていうことになるんで、まあ穴で狙うなら湘南バッハ、これはあの前走から夏はやっぱりコバが調子を上げるというか、ね、コバが調子を崩さないってなってくるんで、非常にまだ涼しくなってきましたけどね、まあ面白いと思います。以上こんな感じで3連複6等ボックスでちらっと買うかなぐらい のそんなにつかないレースですが、頑張ってみたいと思います。以上ハッチーでした。最後までご視聴ありがとうございます。今回もまた頑張って馬券を当てたいと思っておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。